アイテム番号 SCP-465JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-465JP 出現区域の周囲にフェンス防音液と監視小屋の設置を行い、警備員を配置してください。警備員は漁協監視員に扮して巡回と監視を行い、接近した民間人に対してはカバーストーリー、クマの出没が適用されます。説明。 SCP-465JP は県山中を流れる川の上流周辺の河原に不定期に出現する機械的な実体です。外見は社によって製造されていた旧型のドラム式洗濯機に類似していますが、製造販売元を示す表示やロゴマーク等が存在しません。 SCP-465JP は10時から16時の間に未知の手段によって不定期に出現と消失を行います。出現から消失までにかかる時間はおよそ1時間程度ですが、半径10メートル以内に人が立ち入った場合、あるいは小石等の投擲、ドローンによる接近等の干渉を行った場合は即座に消失します。SCP-465JP は機械的な外見を有していますが、周囲に動力源が存在しないにもかかわらず通常の洗濯機と同様に稼働しているように見えます。洗浄に使用する水は川の水を本体につながった1メートルほどの青いホースで汲み上げていることが報告されていますが、ポンプ類の機器の存在は確認されていません。SCP-465JP の出現から消失までの間は常に、ガラガラ、という70デシベルほどの音が鳴り続けていますが、監視地点からの双眼鏡での観察によって内部に出現した小豆の洗浄を行っていることが判明したため、この行為が騒音の発生につながっていると考えられています。2015年月日の財団による収容以降、SCP-465JP の監視地点に直径5メートルほどのむしろに乗せられた 152kg 相当の小豆の山と文章の記載された和紙と思われる紙片が出現しています。むしろと紙片は人間の接近によって即座に消失するため、素材が判明していません。出現した小豆は一部回収を行い、残りは監視小屋に保管されています。以下は紙片に記載されていた文章の写しです。いつもお仕事ご苦労様です。よかったらどうぞ。ほい。現在 SCP-465JP は高さ3メートルの大型の穀類洗浄機に類似した形態を見せており、同時に洗浄時の音が110デシベル近くまで増していることが報告されています。SCP-465JP の提供する小豆の量も日を追うごとに増加しており、変化と同時に全国各地での小豆の消失、盗難が相次いで報告されています。このことから SCP-465JP の使用していた小豆は各地から未知の手段によって盗み出したものであり、これまでは分散して小規模に盗み出していたために気づかれることがなかったと考えられています。各地の小豆の消失による価格の変動、騒音による収容違反及び周辺住民への被害の可能性から SCP-465JP のオブジェクトクラスはユークリッドに再指定されました。